無理のり皆さんと今日もお会いできて一緒に礼拝できること本当に嬉しいなって思います我。皆さんはそんなに僕のこと好きじゃないかもしれないですけど私は本当にヒズチャーチ大好きで喜欢 his church ここに来るたびに励まされて、えーね、あの人が増えていることまた、ね、あのお久しぶりの皆さんに会えること本当に嬉しいなって思っていつも来させていただいて 啊，我每次来的时候都感到很受到鼓励，并且也看到大家真的是很热情，而且每次人都有增长，都会给我很带来很大的喜乐。啊，那我们先来祷告一下，开始我们今天的礼拜。我们所爱的天父，我们感谢你。 この神様、愛なた。に愛されたこの教会に私わしてくださってありがとうございます。感謝は私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 はあなたご自身がは私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 は神は私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 

ね恵み受けたいって思ってる人受けれるよというようなことをちょっと忘れちゃったけど言ってたと思います。本当にこれ真実だと思うんですね。私たちが神様の言葉にどれだけ期待するかそれに応じて神様は答えてくださる私たちの主はあなたの信仰の通りになれと言ってくださる方ですね。神信心来

的人それは誰よりもこの神様に期待する人です、ね。皆さんが一番仕事があり得一いんですけど。おさんが一番仕事をれる。ことさんは誰かが一番仕事をれる。お父さんは誰かが一番仕事をしてくれる。おかが一番仕事をてくれる。おが一番祝福されてる。から的人 <laughs> でも皆さんもそのようになってほしいなと思います。今日のタイトルは、レッテルを剥がせ。<laughs> 我们今天的主题讲的是拿掉错误的标签。まあ申し訳程度に間違ったレッテル間違ったって小さい文字で書いてあるんだけど。啊，我刚才在下面用一个小标题写了一个，就是说<ね>、欸，错误的标签。ううう我今天想传的信息就是拿掉这个错误的标签。って何かっていうと商品とかについてる紙の札、これは何々説明が書いてあったり这个标签指的是就是写呃放贴在那些商品上面的写这个商品<ね>是什么的标签。 レッテルを貼るっていう言葉があるんですけどそれはその人の能力だったり可能性を決めつけること。

破り捨てて把它扔掉。新しい神様のからのアイデンティティをですね、受け取る必要があるんです。自,自分はダメだって、ネガティブに思っていると、私たちは前進することができないんですね。神様あなたをダメだって言ってるでしょうか そんなことないですよね,没有吧ね。もしかしたらダメなところもあるかもしれない。もしかしたらダメなところもあでも、イエス様が十字架にかかってそのダメな私たちをあがってくださった。だからイエス様によって私たちは良しとされたものなんですね。私たちはダメだ、ダメだ、ダメだって言ってると進めない。

16節から19節をお読みしたいと思います。創世紀の35章ですね開きやすいはずなんだけど、一番最初ってちょっと開きづらいですよね。 三十五章の十6節から十九節をお読みしたいと思います。まま、ね、まず私がこちら日本語語でででおお読みししすすのでそののそ後中国語でお願いします創世紀35章節節から19節 彼らはベテルから旅立ったエフラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところでラケルは出産したが難産であった彼女が大変な難産で苦しんでいたときジョサンプは彼女に恐れることはありません今度も男のお子さんですと告げた彼女が死に臨み魂が離れ去ろうとしたときその子の名をベンオニと呼んだしかしその子の父はベニヤミンと名付けたこうしてラケルは死んだ 他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程。拉杰临产，甚是艰难。正在艰难的时候，收生婆对他说：“不要怕，你又要得一个儿子了。”他将近于死，灵魂要走的时候，就给他儿子起名叫便俄尼，他父亲却给他起名叫便雅悯。拉杰死了，葬在以法他的路旁。以法他就是伯利恒。 ねえこの箇所はですね、えー、ベニヤミンという人の誕生と、そしてですね、ラケルという人がです、ね、亡くなる悲しみの箇所、まあ、喜びと悲しみの箇所なんですね。<music> ヤコブたちはですね、このベテルというところからですね、別エフムと呼ばれる、後に別エフムと呼ばれるエフラテという場所にですね、向かう旅の途中だったんです。お前看到、他们的その中で奥さんのラケルが産気づいて子供が生まれそうだというところですね。然后在这个过程中、他们的死因、ヤいル的死因は、やじは出生、然后生下了、ペヤミン。

但是雅哥他却没有听从他妻子的遗言。听起来是不是一个很坏的丈夫？因为他不给这个孩子起名，不是叫便额尼，而是叫便雅敏。我们相信每一个人都想尽力的来保守我们所爱的人的遗言，对不对？ 守り, <laughs> 守ります。でも、ヤコブ守らなかったんですよ。<laughs> でも、なんでかって、そこにはもちろん理由があった。オニという名前の意味はですね、苦しみの子っていう意味だったんです。因为便ラケルは本当に苦しんで子供を産んで、そのですね、命と引き換えに子供を産んだ。

名字对我们每个人来说都很重要。お父さんお母さん基本的に愛を持って希望を持って期待を持ってですね私たち名前をつけてくれたじゃないですか。我们相信父母的话都是带着期待、带着爱、带着希望来给孩子来起名的。最近キラキラネームというものがありまして。最近我们经常在日本会有一些人家长给孩子起叫发光的名字。<laughs> ちょっと当て字がひどいとかね。然后可能会用一些很很难的字。キャラクターの名前とかね。甚至用一些这个动画人物的名字。なんか。

さすがにこれはしんどいということで18歳になってはじめという名前に改名しました。<laughs> 名名大切ですねと、あと18歳の時にちょっとアイスブレーク程度にねあのキラキラネームこんなのあるんだっていうのを16ページぐらいかなあの持ってきたんで少しあの日本人しか楽しめない可能性もあるんですけどこれ、皆さん何か何ていう名前か分かります

<laughs> 愛に歩むと書いてアホおいおいおいとね <laughs> ア。<laughs> アホ在日文に就是笨蛋的意思 <laughs>。あい次これわかります？大家知道这个日文怎么叫吗？これ、ね、キャラクターの名前なんです。这是一个人物的名字。わかんないよね。これいきましょう。あ <laughs> い次行きましょう。はいジバニャン。ジバニャン。もう今ジバニャンって何よってもうだいぶ前に流行ったアニメのですね妖怪ウォッチのキャラクターで。

ナナナウウウシシカカ。Now? Now, で、はいお願いします。Now, <laughs> 英語のナウ、今を英語のナウって書いて、<ー>それでシカでナウシカってウシカ。Now, now, 誰が読めるのよっていうね。<laughs> <laughs> ごめんなさい、もうちょっと行きましょう。絶対読めません。これ、ミュウツーです。

大きな魂ソウルって読んでですねね <laughs> ダイソーっていう、ね、シンドってていいううはい、次お願いします。名 <laughs> はい、タカシんこれの読み方はいお願いします。タカシんです。だから、この子にですね、くん付けして読むとタカシんになるわけですね。そそそうそうそうちょっと少し頭。 よろししすすすぎたかもしれないいいでねはありがとうござまこういうねあのキラキラネームってあってまあ昨今ちょっと問題になったりというかねしんどいなっていう話があるわけですじゃ日本では問題はああいうふうに子供が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 子供

私たちは自分の価値をですね。なんか自分のアイデンティティがそれになってしまうんじゃないかと思うんですね。这个ヤコブはですね。この弁をに苦しみのことを呼ばれそうになった時、それを止めたんです。この子の人生は苦しみ、悲しみで歩ませてはいけない。ストップしたんです。他不希望自己的孩子过一个充满痛苦和和难过的人生。 そしてベニヤミンとつけました。明その名前は右手の子。那个それは力だったり権威だったりですね。名誉の象徴であって幸せな子供っていう名前なんですね。それ是力量、代表的是权利、それ是名誉的象征表示这个孩子是一个幸福之子苦しみ君、悲しみ君からです、ね、幸せ君に変わったわけです。他把这个孩子从一个痛苦の子变成了一个幸福之子 本当にベンヤミンにとってですねそれは幸せだったと思いますね。ラケルは自分の状況を通してその子供を見ました。しかし、ヤコブはその状況じゃなくて神様を通して子供を見たんですね。しかし、ヤコブはその状況じゃなくて神様を通して子供を見たんですね。しかし、ヤコブは神様通子 ヤコブにとっても、ですねこの日は最悪の日ですよ。人生で一番悲しかった日ですよ。自分が一番愛した妻、その妻が早くして亡くなったんですね。合計14年間、無償で働いても手にしたかった、結婚したかった、そのような妻が今、亡くなった。 因为他为了娶这个妻子，他花十四年时间无偿的劳动，最后娶的妻子却去世了。你能想象他有多痛苦吗？他肯定有哭吧。但他却没有把自己这个痛苦的情绪放在孩子的身上。自分虽然我的状况是这样。人生一番虽然我现在经历人生最痛苦的事情 但是这个孩子他是右手之子,子，他是有权柄的孩子,子，他要成为一个幸福的孩子，んん所以他才这样来呼喊这个孩子的名字。でで我们看到便雅悯他没因为没有因为这个原因没有生活在一个错误的标签下ののとしてし。

我们看到这个，他们以色列最早的这个王扫罗王，呃的话，就是从便雅悯这一组里面出来的。然后在新约里面写了很多章节这个保罗，也是从便雅悯一族出身的。的我们看到雅各没有给自己的孩子贴上一个错误的标签。

ねえ、さまざまやる中でですねなんかうまくいかないなって思ってあ自分って何もできないやつなんだなって。そうやって思ってる人がいるかもしれないえんがそうでしなんる。か孤独を感じて愛されってないなって思ってる人がいるかもしれん。いしでもそれは本当でしょうか。シャンディーシて言ってるでしょだな。あなたを愛してるよ。 上帝说：“他爱你。”刚才我们的敬拜里面也说到，你是被需要的。上帝想要使用你。上帝是这样对我们说的。当我们发现我们这个错误的身份认同、这个错误的标签，把它撕掉的时候，当我们拿起这个新的身份的时候，我们就可以前行。 私たちにはです、ね、神様にある可能性、ポテンシャルがあるんです。なんでこのヤコブはこの妻の遺言、オニという名前を瞬時にすぐにです、ね、変えることができたでしょうかヤコブも実は自分がですね、この 間違ったレッ,テルレッテルの中生きるということの辛さを知っていた人なんですね。ヤコブという名前。彼は双子だったわけですけど、双子けお兄さんのエサウが生まれて、ヤコブはそのかかとを掴んで生まれてきた、ね。ヤコブという名前は、かかとをかむものっという意味なんです。 的的意何それって思いますよね。你名字 <laughs> かかとかむみたいなね。このね、<laughs> の意味、まあ比喩的な意味としては、だますものとかね、そういう名前なんですよ。ヤコブは生まれてからずっとだますもの、欺くものっていうふうに呼ばれ続けたんです。 就代表雅各他从出生之后，别人就一直叫他说：“哎，你是个骗子，你是一个欺骗人的人。”那他的人生其实就是真的是这样的。然后他就骗了他的哥哥，虽然我觉得他哥哥也很傻。<laughs> っっ <laughs> 然后从我的眼光看，也许觉得哎、欸，兄弟两个大差不差，都半斤八两。

騙す者として歩んできた、そのレッテルが貼られて、お前は騙す者だって言われ続けて歩んだヤコブ、それは本当に辛いものだったわけですね。他是一个子的彼が、まあ、おじさんのところから生まれ故郷にです、ね、向かう途中に、彼の名前も変えられるっていう出来事が実はありました。

まあ必死にしがみついてですね、私に祝福をくださいっていうふうにするわけですよ。もう明け方までですね、格闘してたっていうんですね。で、その中でですね、彼はヤコブっていう名前ではなく、イスラエルっていう新しい名前をあげるよって言われたわけです。在那个时候、天使は、あ、ニザ・ブチャ・ヤガーだ、ニア・ヨグ・シンナ・叫以色列

彼はです、ね、この戦いの最後ですね、この見つかいがもう、ヤコブが必死すぎて、もう、こいつをですね、避けることができないって言って、腰を打ってですね、歩けなくしたんですよ。お前の天使、因為这个ヤーが太い真了、他一直を求着天使、然后天使最後に、お前の名前は何だ然后最後に、你名字叫什么ヤコブです、騙す者です。 然后雅哥就说：“啊，我的名字叫雅哥就是骗子的意思。なな”いい然后这个天使就说：“你以后再也不叫这个名字了，你要叫以色列。”イスラエルそれは神は戦うとか神と戦うとかそういった意味。以色列的意思就代表是与神征战、为神征战。またですね、神が支配されるそういう意味ですね。并且也代表是被神来支配的意思。このだす者の人生から彼はこの時ですね、新しい名前をもらったんです。 他从这个骗子的人生，可以得到了一个新的人生命。他是那个可以和神来征战的人。这代表不是说他和神来敌对，而是代表他是从神那里得到祝福的人。是神为他来征战的人。他得到这个名字，他就成为那个被神来支配的人。 彼はですねこの自分の名前が変えられるという経験をしていたから、そしてその喜びを知っていたから、弁鬼をベニヤミンと名付けることができた。神様はこのことが起こることを、ね、弁鬼って名前が付けられるってことを多分知ってたんですね。多分というか知ってました。<laughs> 我们相信神是知道的，一开始给这个孩子就起名叫便俄尼这件事。このね、便が生まれる寸前もう一回に現因为在便雅悯他出生的就之前的没多少时间，上帝再一次出现在雅各面前。先ほどの章のからなんですけど。这是我们刚才读的三十五章的九到十五节的这个部分。にから帰ってきた彼は再び

しかし私たちのです、ね、状況、環境、それは関係ないんですね。们都不重要神様が私たちを通してなさろうとすること、私たちの状況がどのようであるかは関係ないです。今、人生の最悪と思えるところを歩んでいる人もいるかもしれない。 也许现在有人正处在你觉得人生最低谷的时候，也有人现在正在经历你人生最痛苦的事。但是当神介入到那里的时候，

聖書は言うんですね。神にとって不可能なことは一つもありません,神能ません僕らは自分の,その最悪な状況を見るときに神様でもこの状況無理だよって言うんですよ。私眼前の状况即使是神も考えな思ったことあるでしょ。私はそれは祝福んですけど、私はそ思うの。でもシェイショ言ってる言不可能ない不可能な 他告诉我们，在生凡事神只要有上帝在，就没有关系。上帝会给你希望。他会在这个状况中给你带来益处。我们的神就是这样一位对我们说话的神。我们很多时候都是靠着我们自己的感觉、我们自己的想法来看眼前的事。 但是我们需要将眼光放在说，哎，神他是怎么来看待的？圣经是怎么说的？有些人给我们贴的这个标签，或者我们自己给自己贴的标签，会觉得你是啊不被爱的，你是没有价值的。所以，这本当吗？这不本当，不是。如果你想想这些是真实的吗？你就会发现其实它都是不真实的。因为圣经是怎么说的呢？

本来想给大家每人发两张的、但是现在只有二十张。多分二十人以上いるから足りないと思うけど、少なくとも一枚はもらってくれ。我们希望每个人能至少拿到一一张，每个人一张。一<で>人一枚。そう、あのもしあの余った分はあの二枚もらってくれたらそれは幸い。如果最后有多的话、多的可以有人拿两张。今ねこのメッセージの中というか、最後祈る時でもいいんだけど、自分の中に何か。 間違ったレッテルがあるなて、それに気がいてほしいんです、啊。我们在信息中也可以，在我们礼拜结束之后也可以。如果你可以发现里面贴的那个错误的标签的话そしそい把它写下来一回ちょっと貼って。然后把那个标签先错误的可以先贴上。い如果你写 <laughs> 那个我是没有用的，你就先贴上寫上。最後祈りの時に剥がして破って新しい。 らの時このメッセージを聞く中で自分の中にある間違ったレッテルあ、自分はこういう考え、これ神様からじゃない、こういう考えがあるなっていうことを見出してほしいんです。我希望大家在清晰的近期の頃の時期に有哪些是你被に上的てい的のか、

今この地上で与えられている自分の名前を別に変える必要はないと思います。でも私たちは自分のアイデンティティ、神様が自分のことをどのように思ってくださっているか、その名前で自分を呼ぶ必要がある。

撒兰改成撒拉，<laughs> 对，然后他的妻子<ね>亚伯拉罕的妻子也是被改名。でてで然后就是呃，因为日文里面的话，它也是本来里面的名字<ね>拿掉一个字母，然后就变成新的名字了。我们看到亚伯拉罕他就成为所有万民之父。我们看到呃撒拉的话，他就成为万民之母。

神さん、私は足りません。神さん、あなたが必要です。そのように歩むことです。但重要神さん、もにいてくださって、私たちに働いて、私たちを作り変えてくださる方です。多くの場合、瞬間的じゃない。自分の弱さにです、ね、向き合い続ける必要があるかもしれない。 你很可能要不停的、不断的来面对自己的软弱之处。但是，当你相信神、跟随他一起前行的时候，你的软弱就会被改变。因为我们这位神，他爱着我们，他是永远与我们同在。最近ですね、私の中でブーツ熱が再発してまして。 これはちょっとあのひどいあれなんですけど、先月ですね、あ,ある方が私に、私の一番好きなですねこれレッドウィングっていうあれブランドなんですけど、それをプレゼントしたいんだって言ってくれた方がいたんですね。私は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 今円安は私は今円安は私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 今円安私は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 今円安は私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 今円安私は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 今円安は私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 今円安私は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 今円安は私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 今円安

<laughs> いやいや新品なんてね、なかなか自分は買えなかったから、中古をね今まで買ってたから、ちょっと泣いちゃったんですね。そこからちょっと私のブーツ熱が再発しまして、あ,ある程度状態のいい中古のものを買って、それを少し直して履けるようにしたりとか。 もうちょっとひどいなっていうね、あのーまあ、だいぶ使い込んだのも思ってたんですけど、ね、そんなのを引っ張り出してきました。もうちょっと使えないかなって思ってたんですよ。我就觉得このソール、白いゴムの部分も2回貼り替えて、

僕、適当だから、あのそこまできれいじゃない、見る人が見たらひどいなって思うと思うんだけど、すごいね、きれいになったなって思って、あ、これ履けるじゃんって思ったんですよ。好像还可以用何が言いたいかっていうとね、この時に神さんから自分に語られたことがあるんです。あなたはもう使えないと思ってたよね。 你已经觉得这鞋子没有办法用了吧？もっった你已经想把这鞋子扔了，对不对？ではでも磨けば光ったでしょ但是你看到你把它重新修理过之后，它又变好了。たたもも从我的眼光来看，你们每一个人都像这双靴子一样。あなたはもう使えないって言っているかもしれない。也许你自己说你没有办法再用了。なんの役にも立たないって言っているかもしれない。 你可能觉得好像自己就没有办法再被使用了。でたんで但是你只要经过修理，只要经过磨练，你还是可以被使用的。ここ我希望你知道这件事。神,神就对我这样说。就很爱哭的我听了神的话，我就又感动的哭了。 我因为当时正在开车，然后这个过程神就对我这样说话的时候，我就又开始流泪，感觉。因为我觉得觉得真的是一个真理。我。啊，因为是我自己去修理、去整理的，所以其实没有变得很完美。 但是我相信，如果是一个专业的人，他来修理的话，会变得更加的漂亮。神说：“哎、欸，我来使用磨练你的时候，你会变得更好。”其实他还告诉我们一件事：谁来磨练你是正很重要的。你想要自己来修理、自己来磨练，你可能只能达到一定的水准。 でも私があなたを磨くときにあなたは本当に輝くことができるんだそのように言われました本当にね皆さんに対して神さんそう言ってると思うんです私たち自分のダメなところを目に止まるんですよ同じ失敗してああなんて自分はダメなやつなんだ 你可能会一直犯同一个错误，觉得自己好像很没有用。てない觉得上帝不爱这样的我。ん上帝他不需要我。我们可能自己内心里面有很多时候是这样想的。いい但我们需要丢弃这个谎言。当嗯、呃、你觉得你自己没有价值、不被爱的时候。 上帝也在呼喊。お前は誰か？你到底是谁？你知道吗？私はあなたのために命をかけたんだよ。我为你都可以丢弃生命。あなたを愛してるから十時間かかったんだよ。我因为爱你，耶稣定在了十字架上。それなのに愛されてないって言うの？即使付出这么多，你还觉得自己是不被爱的吗？私が何をしたか知ってんの？你知道我想为你做的是什么吗？命かけてんだよ。我都为你付出生命了。うう上帝是这样对我们在说话。

告诉他あなたはイスラエルだと言いました。你叫私たちはです、ね、間違ったアイデンティティ間違ったレッテルを剥がしてです、ね、破り捨て,て、て神様がくださる新しい名前を受け取りたいと思います。神様は何と言っていますか神の目で見ることをしたいと思うんですね。 あなたは愛されたものです。你的あなたには神様の特別な計画があります。あなたは神様に使わされたものです。第一ペテロの2章9節には、uh, しかしあなた方は選ばれた種族、王である債氏、聖なる国民、神のものとされた民です。

我们要从神的眼光来看到你到底是谁。ててら我们需要说神他是怎么来建造我们的。我们需要来领受神给我们的建造。因为上帝选择了你。他告诉你说你是有君尊的祭司。あなたな你是那位王。你不要说啊我不行我不行。 神様そうなんですね。ありがとうございますって受け取ってほしいと思うんです。あなたは聖なる国民。自分は記憶くないって言わないでください。あなたがイエス様を主とした時自分の人生を悔い改めて主に捧げた時からあなたは清いって言ってください。 当你领受神的主，他是呃领受神的救恩，你奉他为你的主的时候，你就被圣洁了。你是神的子民。你是神的子民。你是神的子民，你,你还觉得自己没有价值吗？你不觉得这是一件很失礼的事吗？你要知道，你是一个很神所很重视的人。 即使这样，你觉得自己也没有价值吗？不是一件很失礼的事吗？有人送了我这个靴子，我很开心。如果有人说：“哎、欸，这个鞋子怎么这么破，没有价值的话”，我会很生气。因为对我来说是别人送我的很珍贵的礼物。 的所以你不要觉得自己是没有价值的。神我们要知道，上帝甚至要把你放在眼里来疼爱。たた上帝甚至不惜为你来奉献生命。我们要知道，这位神他愿意为你付出一切。ががしし我们一起来找一下你需要撕掉的那个错误的标签是什么。

是的，神啊，我现在被贴的那个标签，我自己给自己贴的那个标签，你告诉我那个错误的标签是什么？就你帮助我现在可以把它撕掉。让我帮助你可以帮助我可以来领受来自于你的。主啊，来帮助我。 主啊，求你来对我说让我可以聆听你的话语。

新少しの間祈り求めていきましょう。我们在这个おめざちがシアンジミーのステージに来たら新調しよう。お一人お一人にしようあなたが語ってくださいますように、あなたが与えてくださる新しい名前を語ってくださいますように、お願いします。すべてチャレンジするもの、神様、私たちが握ってしまっている神様、あなたからでないアイデンティティ、あなたからでないこのネガティブな考えを、そのレッテルを教えてくださいますように、お一人お一人に触れてくださいますように、神様、あなたがその場所から。 解放してくださって主よ主よ主よあなたにある新しい名前を受け取ることができるように助けてくださいお一緒にお一人にあなたが触れてくださいますようにお一人お一緒に触れてくださいますようにあなたがどれだけ愛してるかあなたがどれだけ素晴らしい将来と希望の計画を持ってるかそれを知ることができるようにそれを握ることができるように働働いてくださいいいててくくだだささ私たちのうちにある間違った考え間違った 価値観主よ主よ主よ間違ったレッテルを間違ったアイデンティティを今剥がします主よあなたがくれてくださいますようにあなたの愛にあるあなたにある希望の名前を今与えてくださいますようにお願いします主を一人お一人に働いてくださいアブシュケンボーせんせい聖霊様あなたが働いてくださいますようにあなたが語ってくださいますようにお一人お一人に主をあなたが語ってください教えてください神様今までのそのとらわれて いたそのレッテルがあなたが解放してくださいますようにハレルヤ主よ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 ありがとうございますハレルヤ感謝しますハレルヤ主我も感ン你皆さんどうでしょうか何か間違ったレッテル間違ったですね自分のアイデンティティ見つけたでしょうか的身份的標嗎今ですねぜひそこに書いていただきたいと思うんですね可以把那個 自分のお間違ったレッテルは何でしょうかある人はですね自分が愛されるはずがないって思ってる人がいるんですね。自分の育ってきた家庭環境から

ある人はですね、まあ、お前はクズだって、ね、お前は使えないなって、キモいとかね、学校でいろいろ言われたことがある人がいるかもしれなん。也有人在学校自分の根っこのところにですね、それを握ってしまってるかもしれなん。でも神様あなたを価値があるよって。

你可能会觉得很郁闷，觉得自己没有起到任何作用，想要逃避。但是上帝却告诉说你是有用的，你是 useful 的。我是可以来使用你的。上帝是这样来对我们说的。你现在有想起神对你说的吗？大家有写下那个错误的标签吗？ まあ、かけてなくても大丈夫です。一緒にこの祈りをしたいと思います。私自身もです、ね、自分が昔だ、愛されてないなっていうところを取ったことがあるんですね。でも、御言葉を通してあなたは愛されているよ、効果でたっといよって教えてくれた人がいました。で友人は自の愛を告げて,て、私はがてるて自て愛されているよ、ているよ、ててれがいてて

先贴一次，贴上之后我们来祷告。啊 <laughs>，も我們看到已经有人很快的就已经把它给处分了，<laughs> 非常有信心。<laughs> 今しし大家请跟着我祷告，我说一句，大家重复一句。亲爱的天父。感谢你。私には。 ここで今自分のですね、レッテルを言ってください。このようなレッテルがあります。これはあなたからのものでないことを知っています。これは間違ったレッテルであることを認めます。じれは真これでことを剥がます。ください今イエスであるこのを認めます。レッテルであることを認めます。レッテルをあこをこレッテルを 把这个标签，丢掉。もう一回言うときにですね、あの破ってください。イエスキリストの名によってこのレッテルを破棄します。我们要把它撕碎，然后我们要奉耶稣基督的名把它丢掉。このレッテルを捨てます。我们要把这个错误的标签扔掉。今、手放します。我们现在要放弃这个标签。今、私に帰ってくることがないように。 让这个标签不会再回到我的身上。让神，你就帮助我从这个标签里面得释放。求耶稣来亲自在我里面工作。我现在要从神你那里来领受一个新的名字。我要从神你那里来领受一个新的身份。求神，你让我可以过一个新的人生。 私の心思いを守ってくださいあなたが見る私として歩むことができるようにあなたからのアイデンティティを持って歩むことができるように助けてください

あなたの思いを私の思いとして歩むことができるように。ラオケイアンジャーシュンギーでチリリはチェンシーン。カスケティグラス。チョーシャニパンチューオーストヨーストヨーノーオモイオーシュアナス。チョーシャニアパーシャチオオモイ、カンガイ、マタココロキューメス。チョーヨーニーダーパーシェアチューオーモイ、カンガス。チョーヨーニーダーパーシェアチュー 感谢神，以我们所爱的耶稣基督圣名祈祷。阿我阿我们掌声献给我们的神，感谢神。